This video is sponsored by Bandai Namco. For more information, watch until the end of the video. Please enjoy! ブレイクアウトの負荷でデータが不安定になってる。何を言ってるのかわからないんだけど。それに2号機と3号機はどこ。待った、ミノ姉さん、それどころじゃないんだよ。今この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんは行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長、帰投します。アムロ総長は？ヤツのことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノアっていうに、私たちホワイトベース隊なの？てりゃー、俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊員。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラル隊員、ランバラル隊員、どうやって防御したの。それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ラル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。きつい、キャッ、よし、当たれ。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクは2つやられたし。ユノ遅いぞ、何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。くらえ、落ちる。木馬を落とす、抜かれないよお前たち。ザクとは違うんだよ。え、別のモビルスーツに変わった。沈め、もちろんやるな。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊員がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。少女たち、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な
が予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。これはどうだ。こいつでどうだ。惜しいな、直撃させる。こいつ邪魔そこ。邪魔だ。かわせるか。どうしたバルバトス。俺だ。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル大尉のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル大尉や策はどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガにかけてるよ、最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガにかけてる。だからオルガもかけてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です。団長、敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとな、ミカ。頼んだぜ、みんな。よし、ここは鉄火団としてか。ブレイク電子を確認。分かった。 EO のオズ仕様、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀とも言います。ここで全部終わらせる。ガンダムバルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。ユノ、何。そうか、今は同じ隊員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダムキマリスは。何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象が信じてる。連れてこれはどうだ。邪魔だ。問題ない。バルバトス直撃。出てこなければよかったのに。とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ。違うよ、あれはガンダムエピオン。アフターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。えい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーロユイ君じゃない。ライトニングカウント、6番目の男、ゼクス・マーキス2級特化だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出す。
システムエピオンを搭載した。いいよそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合い戦う、この申し出を受けざるを得ない。ガンダムのパイロットとして。だからいいってそういうの、どうせあんたは消えるんだしさ。私の命の見積もりが甘かったことを証明してみせなくてはな。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火弾もオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来？ごちゃごちゃとうるさいな。操縦士の未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦士に直結するアラウスキシステム、この辺りのデータが干渉し合ってるのかな。そんなのがどうしてガンダムなんだっけ。いや、ガンダム。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは。バトラー、三日月くん。さくら、ブレイク修正ってこれでいいの。残念ながらまだだよ。僕だってやれるんだ。行くぞ。ここが首都ニューポートシティ、こんなところが戦場に。カイザー先に出ます。ガンタンク発進。よし、アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらマグアナプ隊3番隊、カトル様は戻られていないの。カトル様だってまだ戻られていない。この時点サンドロックがいない。ガンダムエピオンは。エピオン、何のことだ。それじゃルクレティアノインとくるわ。通信が繋がらない。ここは我々だけでも。さくら、どうなってるの。本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントンの敵と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナプ隊の意地を見せてやって。でやっでやっでやっガンダムサンドロック、ゴーラス、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機モビルガオでもいないみたい。敵側も足りないの。あれってバルバトスと入れ替わったランバラル隊のズブにしては数が多くない。ズブ自体が量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊員もいないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなのばっかりね。お、それだよエム姉さん、このブレイクミッションの違和感。人も物も、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの。王国解体するのに少ないんじゃ、この戦闘を終わらせる方法がない。カトル様さえお戻りになれば。そこ、艦直撃させる。くらえ。当てる、かわせ
まま抑え込むぞ。気合を入れろ。ぜい、そこだ。またグフの増援、マグアナ使い警戒してください。あれにもウラルタイは乗ってないけど、手はあるかも。小隊長さん、グフは残らず撃破して。そこ、首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくて。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊が。ユノ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって、何これ。介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた。ガンダムラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、レル。さて、見せてもらおう、その力が。この G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。それにあの顔は、ガンダム。招待状、気をつけて。招待状、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの。そのモビルスーツは。私のデータは与えられていないのか。 SACRA/1351420。 今の私はサクラスラッシュ、ユノ姉さんに勧められたんだよ。ユノ姉さん、そのユノというレディーがプログラマーか。どうしてそれを。あなたは誰。私はハーメス・マーキュリー。今回はパイロットとプログラマーがそれぞれマーキュリーだ。ということは、パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと。データベースを確認したけど、あのガンダムのパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということだ。これはどうだ。落ちろ。いけ、狙う。これ以上君はさせないぞ。とっておきだ、オーバー。これはどうだ。さすがだな、小隊長君。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい、何者なの。ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えても暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、あ、ほんと、どこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。はぁ、あ、うまくやれたな、ありがとう。ウィングゼロか、戦闘レベルターゲット確認、排除開始。ガンダム、新型か。このウィングゼロに決戦を挑むつもりなのか。ヒーロユー、ゼクセ。なぜお前がここに。ゼクセ、貴様がその機体を選んだのはミスだ。ヒーロー、戦況を確認する。貴様は敵か。ゼロに。ウィングガンダムゼロとガンダムX。この戦いはラプターコロニー時代のターニングポイントになる。小隊長、ガンダムエピオン援護をお願い。その目で見るのだ。戦いはサンクキングダムはどうなったのだ。崩壊したというのか。サンクキングダムが。遅かったか。過去を見せられたか。ゼロシステムは未来を予測するものじゃないの。パイロットに完璧な勝利をするためなら何でもするってことで。ではこの戦いに何の意味がある。ど、殺しに来た者は殺せか。そ
そういうのだな、ゼロ。いいだろう。純粋な戦士として貴様との因縁の戦い、今ここで決着をつけてやる。エピオ、お前はどうする。やはり決着をつけねばならんようだな、ヒーロー。ここで死ぬわけにはいかん。死ぬわけには。イオシステム同士が干渉し合ってる。イノ姉さん、これが必要なんだよ。ゲロ同士の出会いが歴史を作る。行くぞ。邪魔をするな。遅い、遅いぞエピオ。奴の反応速度を超えろ。リングゼロ、私に勝利を見せてくれ。次で決まりだ。ゼクシィ。まさかウィングゼロが。これはウィングゼロ撃破というか機能停止。エピオの方も大丈夫だよ。小隊長さん、イノ姉さん、私たちの完璧な勝利だよ。この後のことはゼロに選ばれた二人に任せよう。そうか、これで二人のガンダムが入れ替わるのね。作戦終了、協力感謝するよ。 Thanks again to Bandai Namco for sponsoring this video. SD Gundam Battle Alliance is a game I genuinely enjoyed playing. It has a very satisfying combat style, the ability to team up with up to two players in multiplayer modeAllowing for a party of three Gundams to go through the story mode together. You can choose to play solo and it'll be just as fun. As you progress through the story, you can build relationships with characters, take them on missions, and even choose their Gundams, allowing you to really create your dream team. Use your favorite Gundams, customize your loadout, fighting style, and go against powerful enemies, including some epic boss fights and a narrative story.I hope you enjoyed SD Gundam Battle Alliance, available now on PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Xbox One, and Xbox Series consoles. Till next time!